回はうちはいたちが持っていた戸塚の剣強すぎない?について読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。なんでそんなもん持ってんだよ。いいだろ?イタチのスサノオだぜ。一定以上のスサノオみんな持ってるのかと思ったら、マダラのパーフェクトスサノオすら持ってない謎武装、スサノオ空間。に格納される以上スサノオの装備なんだろうけど。スペック的に言うと六道仙人かインドラの宝具なんだろうけど。イタチの目を継承したサスケも持ってないからどっか行ったやつ。江戸天イタチが持ってなかったか。スサノオは本体に宿るからね。イタチの三種の神技獲得イベワみたい。これで封印されても別の穴から出てくるオロチマルは何なの?シャリンガンは気軽に異空間のアイテムボックス作り出す。地味にチートだよな。長友刺されば一発で終わる。完全防御なスサノオなのに術を反射する盾まで持ってる。終盤はスサノオも無敵ってわけじゃなかったからあるに越したことはない。兄さんが終盤のインフレにも負けないイメージなのはこの武装にある。これ探してたオロチマル様かわいそうすぎるだろ。見つかるわけないじゃんこんなもん。初始貫徹してイタチの肉体乗っ取れてれば全部まとめて手に入ったよ。なるほど完璧な作戦っすねー。まあ普通にマダラ戦に江戸天イタチもいたらマダラ封印されてそう感はある。絶対既存分身のやつじゃん。これ使ってもバックアップ位置が封印されるだけで、そこら中にオロチマルバックアップいてなんなら、サスケの中野も封印されただけで死んではいないんだよね。スサノオにもガチャがあるなんて。サスケと塚の剣で突き刺せばどんなやつも封印できるぞ。ガチャで引き当てるんだ。それ課金装備じゃないか?兄さん、完全体スサノオの共通装備って鎧くらい?隠し持ってたっていうくらいだから後付けでスサノオに装備させてるだけな気がする。サスケの球はなんか持ってたけど。そういやマダラも山ぶった切りソード持ってたな。球尾に装備させたり樹炎付与したりスサノオ便利だよね。オロチマルが探してたらしいので、スサノオとは別個で存在するはずの装備。スサノオって前例が少ないから。うちはに生まれたらまずシャリンガン発言ガチャから、万華鏡発言ガチャ万華鏡能力ガチャでスサノオガチャまであるなんて。元になる妖刀か真剣がいるんだろうか、オロチマルが探してるくらいだし物理的に存在してるパーツみたいだけど。なんか実体を持たない霊剣だけど、草薙の剣シリーズの一つにカウントされてるから昔から存在してるのは確か。実体ないからオロチマルが見つけられないわけだって言ってるから、物理的なパーツがなかったんだよ。13歳で万華鏡になって21歳で死んだイタチが、何をどうしたらこんなレアアイテム見つけられるんだよ。翡翠のスサノオはドリルの槍持ってる。うちはの家が秘密裏に保管してて家での時に持って行ったとか。金閣銀閣の持ってたようなやつとも経路が違うし不思議なアイテムだ。ひょっとしてナルトの世界は探せばヤバいアイテムが転がってる可能性が?兄影は雑にそういうアイテム出している印象がある。よくわかんない遺跡とか言ってそうだしイタチ。六道アイテムとか変なのばっかだしな。オロチマルが見たことあるっぽいから術の一つとか?シャリンガンの能力や術を使ってスサノオにエンチャントできるしそれじゃない?草薙の剣シリーズの一つだよ。オロチマルが体内に持ってたりサスケが装備してるやつと同じ。ウチハに保管されていた説もしくは口寄せカラスの里に置かれていた可能性。武器がすごくてもすでに虫の息だったイタチに最後のとどめを刺したのは、全身の細胞に負担がかかるスサノオの発動だよな。正直イタチに剣で刺されてそんなんじゃ死なねえよって言ったのにすぐ封印されるのギャグだよね。節に油をかいて油断したのかな。この白寿司の時といいオロチマルは思うところのある相手には自慢したがる傾向はある気がする。前世紀のイタチは万華鏡シャリンガンで一瞬でも隙を作れれば十束の剣で一撃というクソゲーの使い手なのか。確か万華鏡は瞳に術を保管できるから霊的チャクラ体のような実体のないものも OK なのかも。このチャクラの感じってイタチの発言から察するにイタチはこの時点で失明しているみたいなんだよな。オロチマルが見たことあるとかじゃなくて資料とか文献にあること自体は確認されてたんだろ。ヤタの鏡も絶に同じ反応されてるし。この装備江戸転生された時サスケにあげればよかったのに。
バランス壊れるから。耐久も回復力も無視して封印するの普通に無法だよね。オロチマルの草薙の剣も謎武器だな。サスケの刀も草薙の剣なんだっけ。反射盾に即死剣とかスサノオ杖ってなってたらイタチの固有装備だと知った時のお前マジでなんなんだという気持ち。江戸天聖なら長戸どころかマダラにも効く幻の剣。この謎の課金装備は江戸天空みたいな一部の高耐久系キャラも問答無用で倒せるからすごいよな。世界中で装備を集めて君だけのスサノオを作り出そう。アーマードコアかな。イタチが誰にも残さずに死んだからこの課金装備は再登場もしないのだろうか。というか残せるのか。いいよね、非実体験そりゃ見つけらんねえよ。いや実際イタチは装備してるけども、霊気ってジャンルがこの二つしか出てきてないんだよな。六道仙人の宝具なんだろうか。ぶっちゃけ名前呼んで封印とかよりよっぽどすごい気がするけど、道術使いでもそれなりの使い手でしか探せないアイテムなのでは。シャリンガンじゃないと見えないインドラ由来の武器が世界に点在しているのかもしれない。イタチ病に侵されてなかったらいずれ最強の忍びになってた説。イタチは早熟の天才で単純な強さはスサノオを第三段階まで発言できた時点で頭打ちのイメージだわ。十分じゃねえか。それはまあそうなんじゃないだろうか。ナルトサスケが陸道地位とあるけど、病がなかったとしても永遠の万華鏡シャリンガンがないと厳しいのがな。サスケー。所有者が死んだら江戸天して奪わなきゃいけないのか。八坂の勾玉だけ術なのおかしいだろ。剣そのものが封印術で触れたら終わりって割とオリジナルというか他の作品じゃ見かけたことないな。読んでた時はサスケが出してた矢とかにもトツカの剣と同じ効果があると思ってた。オロチマルはともかく、長戸は永遠に封印されるんだっけ。気の毒ではある。封印されて永遠に喧嘩してると思ったら九尾の片割れと仲良くなってた人もいるからな。意外と楽しくやってそう。オロチマルと長戸が仲良く地雷屋の話をしてると思うと微笑ましい。それ以外の会話のネタないし沈黙が地獄そうだが。時期によっては封印仲間で初代と二代目と猿顔のしようぞ。って遊びに来てくれるかもしれない。封印されてる場所が違うので。永遠のスイムの世界。心地いいんだろうな。許容量を超えたら、二日酔いならぬ。永遠酔いになるのかもしれない。オアハボキ。その情報が流れた時の旧友スレの騒ぎをよく覚えてるわ。説の説明だけ聞くと盾の方もヤバそうだよね。全属性無効化盾だからな。忍び術による攻撃はほぼ全て属性持ちだと考えると強すぎる。獣衛剣は発動率100の即死効果持ちだし無茶苦茶な装備だ。もしかして外先生みたいなものすごい体術でしか抗えないんだろうか。ファンブックだと物理も低って言われたから正面からは多分無理やろや。超スピードで振り切ってバックアタックで突破とかは可能だろうけど。止水スサノオが鋼鉄ジーグに見える。どう考えてもマッハドリル持ってるな。マダラ音速を超えたドリルさばきを見せてやるぞ。頭部も腕もまんまだよなう。腕と胸の衣装が完全に鋼鉄髪だこれ。どう見ても鋼鉄ジーグです。本当にありがとうございました。頭に貫かれながら長々冷静に喋ってるからなんか余裕そう。というかギャグみたい。しかも、蛇の頭切っていたから普通に物理攻撃力もあるんだよなこの剣。スサノオで取り込んだから、本来のスサノオの物理攻撃としてもトツカの剣としても使えるのかもしれん。封印されても残機があるオロチマルなんなの？割と柱魔細胞みたいにヤバそう。バックアップそこら中にばらまいてるからな。脱皮でアマテラスを回避してそれでも防げない即死技はバックアップから復活する。柱間を除けば一番しぶといまであるな。このマダラがお前を最高にしぶといやつだと呼んでやる。いや多分しぶとさでは柱間も超えてると思う。結局は柱間も柱間癌細胞で死んだからな。文字通り唐突に生えた剣。病になってなかったらというかサスケに殺される気がなかったらそこまで無茶して寿命縮めてなかっただろうしもっと上行けただろ。柱間、輪廻目、人柱翼、戦術、八門みたいなイレギュラー除いた普通の忍び者の頂点はカカシレベルだからな。そのカカシ以上の天才だったイタチが頭打ちでも十分に最強レベルなんだよね。
陸道由来のイレグラーにしれっと混じるガイアベイは、イタチは陸道パワーを含めた最上位クラスには劣るけど、それに準ずるくらいの強さは間違いなくあると思う。サスケに譲渡できるんならしてただろうし、無理なんだろうな。霊気というぐらいだし、イタチのチャクラやら魂とくっついちゃってるのかも。お獣の武器バージョンみたいな感じかな。サスケに渡せていれば、忍び界大戦とか後の大津月一族との戦いもだいぶ楽になったんだけど。戸塚の剣はイタチのスサノオが特別だったのか、どっかから手に入れたものをスサノオに持たせているだけなのかよくわからない。両目輪廻目持ちでも幻術封印できるから、陸道千人未満の体勢なら格殺なのはガチで強い。忍び界で耐えられそうなのは、柱マカマダラくらいだろうし、二人でもあくまでも耐えられそうでしかないという。何はともあれイタチの愛は本物。今回はガイ、シャリンガンは目を合わせなければ問題ない。足を見て戦うぞ、イタチ。について読者の反応集をご紹介します。それでは本編どうぞ。ええんか。さ、笑わない奴おらんやろ。サスケー。さすがイタチや。これは読んでた当時は今考えた。足だけ見るって言ってもイタチがかがんで見上げてきたらどうすんねんみたいな。ガイのシャリンガン対策って幻術かけられることへの対応なだけで、足元見てる時に万華鏡のアマテラス、カムイ、カブズチやスサノをやられたらどうしようもないからな。目閉じちゃうのかわいすぎる。くれない一応幻術使いなのに何普通に目つむってんねん。なんか指のリング見てもダメじゃなかったっけ？あれどういう理論なのか思い出せん。指先だけで幻術かけられるんだから目合わせる必要ないよね。それは通常の幻術で、シャリンガンの幻術にはかからんやろ。まあ幻術なしのイタチ相手でもアスマとくれないじゃボコボコにされるし。この女キャラも目に特殊な能力ありそうな目のデザインしとるな。結局音幻術に対抗する方法って見つかったん？鼓膜を潰す。ノイズキャンセリングイヤホンをつける。耳栓で終わり、ソースはしかまる。違和感しかない。コラ定期。違和感ないけど絶対コラだわ。こうやって見るとこの右上の、いい加減にしろ、どうしたというのだ一体、イタチ、最近お前少し変だぞ。ってなんか違和感あるというか二コマ使っていうことじゃないよな。ガイ、カカシより強いよ俺は。僕くん、何言ってんだこいつ。なおマジで強かった模様。え？ナルト呼んだことないんだけど。このジャッキーチェンみたいなキャラ強かったの？むしろこの男によくカカシが49勝もできたなという風潮。じゃんけんとかもあるからな。シャリンガンで見切ってくるやつ相手にじゃんけん勝てるの凄ない？じゃんけんの時は眼帯してるから普通のじゃんけんやぞ。ガイが勝った試合を想像したら、ガイが8問を使おうとしてカカシが練習試合で死なれたら叶わんとギブアップしたか帰国したかくらいだと思う。自称ライバルでマジで強かったやつ。ガイとかいうネタっぽいガチ強キャラ。子供の頃はじゃんけんとかだろどうせって思ってたけど、じゃんけんで勝利数稼いでたのはカカシの方だった。ガイ覚醒は良かったわ。ここはほんと好き。死ななかったけど。やっぱ物理最強なんやな。イタチ、オロチマルは雑魚。イタチ、ジライヤさんはキサメと二人が仮でも二人とも殺されるかよくて相打ち。これどういうことや。千人モード使われたらそうなりかねんやろ。音幻術の対抗策ないし。江戸天聖なきゃオロチマルもジライヤに負けるだろ。基本的にイタチは兜戦で戦術を警戒しまくってる描写がある。実際二大ガマ千人呼ばれたら初見のペインも負けるレベルだから格が違う。この派の戦力をそがないために嘘をついた。相性が悪かった。スサノを出さないと勝てないレベル。どれか。ガキはいい。そのオロチマルに負けてるカカシどんだけ弱いね。ナルトにやられたカブトと同程度の力とかいうネガキャンも相まってガキワイからの評価はダダ下がりだったわ。なおカカシが遺伝で爆上がりした模様。オロチマル、強いと言ってもカブトと同程度じゃねえ。ワイ、ハエカブト程度なんか、カブトめちゃくちゃ強いやんけ。手追いとはいえ綱で沈め同時に相手してるし十分やろ。ガイでもイタチには勝てんよな。特化の剣強すぎる。サソリ、人形なのでかするだけで殺せる毒持ちです。幻術効きません。吸い飛んで窒息しません。核さえ残ってればいくらでも再起できます。こいつが雑魚扱いされる理由。
戦争で井戸転されてもくぐつもらえなかったりひたすら不憫、弱くないし千代バーが強すぎただけだから。千代バーは影クラスだよな。くぐつの千代バーと解毒の桜コンビに負けただけで弱い扱いはおかしい。そもそもこのシーン結局車輪ガン対策でしかないからな。イタチ自身がそもそも強すぎる。目合わせないでどうやってアマテラス避けるんや？アマテラス防げるやつってガーラ以外いなさそう。イタチに勝てそうな暁のメンバーって長戸とサソリぐらいか？サソリ一番好きだわ。戦い方がかっこよすぎる。歴代最強風影を倒してるのもいい。サソリ戦ほんと好き。最後まで含めてナルトのベストバウトや。ガイとカカシが一時的とはいえ作中最強クラスの強さを持っていったのはうまいよな。決闘抜きで最強なのはガイ戦でいいよな。イタチで笑わないのは無理や。コラを見すぎて画像見てもコラかどうかが判断できなくなってる。イタチって中二が思うかっこいい要素すべて詰め込んだキャラみたいや。イタチの人生って悲しいよな。作中で両目シャリンガンのカカシに勝てるやつっておるんか？実質攻撃無効でカムイ使い放題、スサノオも完備で最強やろ。結局ガイもカカシも生涯独身のまま終わったんか？弟子たちはみんな結婚して幸せな家庭築いたのにな。ガイ先生の弟子は誰一人幸せになれてないんだよな。イルカ先生も独身のまま老けてて悲しい。聞くよみ、72時間耐久現術、アマテラス、消えない炎、カムイ、空間を削り取る。イザナギ、一回しか使えないけど自分の好きなように現実改変、イザナミ、ループ、カブツチ、スタンド、ガンダム、巨人、ことアマツカミ。キサメとかいうイタチのおまけかと思ったらクソ強いやつ。お前ら、これはそうでもしないと対策しようがないってだけの話だからな。それだけシャリンガンは強いって話であって、ガバガバ戦術なのは承知だぞ。そもそもガイみたいな脳筋にしか再現不可だし。目を見るな。これもうわけわかんないし、コラかどうかもガチでわからん。仙人モード地雷や最強技、カエルの歌、仙人モードカブト最強技、蛇の鳴き声、こいつら。なぜか陸道仙人説あった人、理由はこの葉住民なのに成人で目が閉じてるから。こいつがいなかったらナルトとサスケにこの葉潰されてたという事実。なおナルトが選んだ無視しなかった偶星の中にはいない模様。ワイが聞いた時はラーメン屋のおっちゃん、暁の黒幕説やったわ。は？この葉の里はいじめや差別のない温かい里なんだが？ボルト世界ってアホだよな。ガイを江戸転生で蘇らせて八門遁甲開かせれば大体の敵はなんとかなるのに。まだ死んでないからダメやん。そういうところやぞ卑劣。道術って鏡で反射できんの？毎回思うけど、うちは一族って他里に移ってるやつとかいないわけ？サスケ以外本当に全滅してんの？実はどこか別の里で生きててもおかしくないよな。イタチ、くれないとアスマか。こいつら雑魚上人やん。芝居太郎、カカシ、雑魚いじめてないで俺ともやろうぜ。イタチ、いやお前も偽物やん。芝居太郎は。ガイ、ウィース、俺も混ぜろよ。イタチ、やべえの来たから帰るで。これほんま草生える。実際マダラと互角のガイやばいし。実際キサメが手も足も出ないほどボコボコにされたからな。いや明らかにカカシとガイの扱い違かった。キサメに対してカカシとこのままやればただでは済まないと言ったり。己の努力のみで、マダラ並みの力持ってるのガチですごいよな。ガイ先生がロックリーさん、忍術現術のセンスゼロ、体術サスケくんにすぐ追いつかれるレベルの気持ちがわかるという風潮。サスケの声優も言ってたけど奪還編までのサスケって戦績ボロボロな上にイタチが煽りまくったせいで空闇落ちするよなって感じやわ。本当にサスケを思って演技してたんですかね。メタ的には縁も結べぬ文在画とかそこら辺連載してる時からイタチの真実がガッチガチに定まってたとはあまり思えんよな。大人になって読むとガイとリーの関係が一番泣ける。なおガイ先生はリーの出番を奪い続けた模様。どう考えてもカカシとガイって同格じゃないよな。最終的には互角やで、ガイの六門まではシャリンガンのカカシと同程度。七門からガイが圧倒してたが万華鏡シャリンガンを開眼してから同程度。八門は両目万華鏡カカシと互角、うまくできてるよ。ガイ先生の最強の技がダイナミックエントリーなの好き。マダラ、認めてやろう。
体術において、俺の戦ったものでお前の右に出る者は一人としておらん。ここぐ熱い。リーが介護官なのは事実やけど、僕は六門までしか開けません。プルプルがなかったらここまで言われてなかったよな。せめて梅雨払いでもやらせておけよ。イタチとカブトのレスバシーン好きだわ。このレスバ欲をブリーチにも分けてやりたい。相手が殺す気やったら足元だけで戦うの無理やろ。カトン飛ばされて死ぬやん。カカシ先生へ。その後、72時間体を刺されまくる地獄へ。ガイがいなかったらカカシは子供の頃に闇落ちして世界を滅ぼしてたんじゃないかと思ってる。オビトが死に、リンを自分の手で殺してしまう。受け持った第七班が崩壊。監督不行き届き、天才忍者の親父もいじめに耐えきれず自殺した。マダラ戦、元ライバルのガイ登場、マダラを圧倒する姿を見せつけられる。もっとあるけど悲しすぎる。よく闇落ちしなかったな。ガイみたいに熱くて努力家で自分に積極的に絡んでくるライバルがいたからこそ、闇落ちしなかったとワイは思ってる。今回は、イタチがマダラに仕掛けたアマテラス、について読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。イタチがサスケに対マダラを尾と用に転写で仕込んだアマテラスあるやん。けどこれイタチの当初の想定通りにサスケがそのまま里に帰ったら、カカシのシャリンガン見て発動してまうから、カカシがアマテラスで燃えることになるやん。わろた。とばっちりすぎる。カカシのシャリンガンは途中からカラコンになってるからセーフ。さすがにオビトの目やないと、発動専用にしてるやろ。いやカカシの目もオビトの目やんけ。くさ、右目だけに反応するようにしてるんやろそや。これなると桜視点やと、里に帰ってきてくれたはずのサスケがいきなりカカシをアマテラスで燃やし出すわけやから、衝撃やばいやろうな。突然発火して死ぬとこ想像したらくさ。感動の七班再開ムードのところで、急に燃え出すカカシ想像したら笑えるわ。だらせん、だらしない先生ですまな。ぐわ、こうなってたと思うと確かに面白すぎるな。さすがのナルトでも、心を入れ替えて帰ってきたはずのサスケに目の前でカカシにアマテラスされたらブチギレそう。逆にシャリンガンさえ見せなければええんやから、いつもの固め状態のままで戻ってきたサスケで迎えるならセーフやろ。カカシ、急にサスケが里に戻ってくるとかなんか怪しいし、一応シャリンガン出しておくか。それなら弟子を信じきれなかった先生が悪いから。カカシならサスケ一応警戒して再開時に影分身使うくらいのことはやるやろ。忍者は裏の裏を読むもんやぞ。そんなことしたらショックでまたサスケがこじらせちゃうじゃん。改心して里に戻ってきたサスケをシャリンガン出して戦闘態勢で迎えるカカシとか、燃やしていいやろ。ナルト視点やとことは松上で洗脳されて、いきなり心入れ替えて里に一緒に戻ったサスケが、急にアマテラスでカカシ燃やし出すわけやから軽くホラーやな。実際こうなったらサスケどうするんやろうな。この葉に処刑されるんやろうか。カカシが燃えたらそれ見てスッキリしたオビトが正気に戻るからセーフや。逆やろ、オビト未練たらたらやし逆に塞ぎ込んで変にこじらすだけや。そんなこと言い出したらこの葉の味方のはずのイタチが、カカシをつくよみで72時間拷問してる時点で矛盾してるぞ。カカシにつくよみしている時点でアマテラスしちゃいけない道理もないしセーフ。カカシさんなら大丈夫やろ、の精神やぞ。単純にカカシだけは嫌いなんじゃないか？つくよみ拷問もしてるしオビトじゃなくてもカカシならええやろとか思ってるってばよ。イタチ、カカシさんは多分万華鏡使えんやろ。そもそもイタチ視点はマダライコールオビトなんて知る由もないし、矛盾ってより単なる事故や。しゃあないだろ、まさかマダラオビトの目がカカシと同じなんか夢にも思わんやろ。イタチはオビトのことガチでマダラだと思っとったし。ウチハ一族皆殺しにしたつもりなんだからしゃあない。まあウチハ一族以外で万華鏡シャリンガン使えるやついるとかイタチも思わんやろな。いくらイタチでもマダラだと思ってるやつが、自分の暗部の先輩にシャリンガン渡した親友とか想像を呼ばんしな。イタチがトビイコールオビトだと知ってるのはおかしいし、それでカカシも燃えるからという理由で遠回しなことをする方が余計に矛盾になるやろ。視力どこまで落ちてる？のシーンでカカシが万華鏡持ってることは考慮してそうだけどな。イタチは、シンプルにサスケが里帰り前にオビトがちょっかいかけてくる読みで仕込んだだけでは、
対処できたけどリアクション的にガチ焦りしてるよねこれ。まさか、って思った時にはもう遅かったんだろうな。まだ能力すり抜けの設定がなかったからかもしれんが、描写見る限りカムイは発動スピードそんなに速くない。オビトここどうやって切り抜けたの？普通にカムイで吸ったんじゃない。カムイ空間にアマテラス飛ばしたと思ってたけど、よく考えたら解決になってないかこれじゃ。ゴキって落としてたし、柱間細胞の義手を付け替えたんだと思ってた。柱間細胞の肉体だからアマテラス食らった後に切り離して再生したんじゃない？着火した場所は柱間細胞の培養部位だから、道術なんぞ使わなくてもどうとでもなるんじゃないだろうか。アマテラスを対象外にして自分だけカムイに飛んでもいいし、火のついた腕ちぎって後で生やしてもいい、イザナギでもいいからどうとでもできる。切り離してカムイで吹っ飛ばした説だと、その後せっせとあの場でお着替えして出てきたことになるの草生える。すり抜けはオートで発動するけど、視点から発火するアマテラスや直接攻撃じゃない幻術やシカマルの影真似等は効く。やっぱりイザナギしかないだろうね。まあオビトの手持ちの札で攻撃食らった後綺麗さっぱり無傷にできるのはイザナギしかない。イザナギって一回で失明するから無理でしょ。目のストックいっぱいあるから大丈夫。この時両目シャリンガンだっけ？片方リンネガン入れてたら無理じゃね。リンネガンにしたのは戦争直前。万が一のイザナギのためにいつでも左目のシャリンガンを消費できるのは強いよね。失っても代わりはいくらでもある。イザナギの可能性あんのか？イザナギはイタチも知ってるはず。イタチが知らない術はカムイくらいだし。まあ、イタチは飛びがイザナギを連続使用できるほどシャリンガンをストックしてる、とは思ってないだけかもしれないが。肩だから切り落としたりできそうだけど、もし顔に発火してたらイザナギくらいしか対処法がねえ。アマテラスって意外と殺意高いのでは。アマテラスは切り離せない部位に着火したらそれでもうおしまいだからな。アマテラスって当たったらやばいけど、割と柔軟に対応される技だよね。撃たれた奴らが対処法持ってたから決まらなかったけど、普通は食らったら死ぬからなアマテラス。だからこういう扱いになっちゃうんだが。十尾の人中力になったオビトの攻撃食らったら江戸天生体でも回復できないのと一緒だよね。そういう系の攻撃になるとお話的になかなか素直に食らわせられなくなる。アマテラスは当たってもなんやかんや対応されてるイメージがある。アマテラスは典型的な強すぎてストーリー的に決めさせてもらえないタイプの技だと思う。見た目はマジでかっこいいんだけどなアマテラス。黒い炎はかっこよくて武器に延茶したりすると絵になるから、サスケはよく使ってるよな。アマテラスは対応されるけどなんだかんだで隙を作れるから、途中からは優秀な補助技みたいになったよね。ナルトの場合はこの手の食らったら終わりがいっぱいあるから、そういうのをいかに食らわないかってのが前提にあると思う。この手の話題を見るたびに、アマテラスの炎を封印したジライアはめちゃくちゃ高度なことやってたんだなって。ジライアは幼少期不器用だったのが嘘みたいにめちゃくちゃ器用で芸達者なことしてるからな。下手したら一番使ってる術多いんじゃないのかってくらい、しかも使い方がまたうまい。前作主人公みたいなもんだから。この辺は後から考えるとめちゃくちゃ面白いシーン。オビトはすごい焦ってるし、サスケの歴史説明もどこまでがマダラの受け売りなのか考えると興味深い。ここ面取ってどうするつもりだったんだ。サスケには正体明かすつもりだったのかな。単純にウチハのものだって一発で理解させるためにシャリンガン見せようとしただけ。面もあれ以上外すつもりなかったと思うよ。もちろん当時は何の情報もないからわかんなかったけど、今見るとめちゃくちゃオビトだな。ここで左の顔だけ見せてくるのがうまいよね。シワクチャだから完全に騙された。やはりウチハマダラか。カカシ、やはりウチハマダラか。イタチ、やはりウチハマダラか。ミナト、やはりウチマダラか。読者はもちろん作中の人物も実際のマダラを知らないからな。マダラに会ってまだ生きてるのってひじきの人くらい？断像は会ってたっけ？大の木の小僧忘れんなよ。というか柱間マダラ世代が伝説みたいに語られてる割に、会ったことある大の木とか生きてるのが、割とあの世界の歴史浅いんだよな。単純に平均寿命が、大の木が死に損ないのおじいちゃんすぎるんだよ。柱間が孫を甘やかすまで生きてたのがおかしい。
本編で5代になる頃で初代と2代目の年の差ほぼないから、割と最近なのはそうなのよね。3代目時代がやたら長いのが感覚を狂わせる。火影がまだ4世代目だし、この派創設から500年前後かね。せいぜい80年とかそこらでは。1代125年か。戦乱の世どころか平和な世の中の人間より長生きしとる。やはり内派マダラか、がよくネタにされるけど。だったらさっきの俺のセリフは聞いてるだろ。この内派マダラに一切の攻撃は通用しないと。って部分もどことなく他人ごと感あるのがじわじわくる。台本だからね、セリフって言っちゃったんだね。俺のセリフは聞いてるだろマダラエニョの台本。さっき俺が言った通りだろう。一切の攻撃は通用しないと、くらいが自然だろうか。ここら辺からのオビトの説明がいろいろな意味で面白い。これとか？正直なこと言ってる。まあ柱間に憧れない忍びはいないよね。君の血に出てきた時となんか顔違くない？今思うとオビトで飛びって結構安直だな。安直すぎてオビトが招待候補から外れるぐらいだった。やはりオビトか。って予想は長年あったけど、招待明かしても誰？ってかかし以外がなるじゃんとよく言われてた。年下のデイダラに後輩するとか恥ずかしくないのか？先生や仲間たちに顔向けできないこといくらでもやってるんだから今さら。そういやナルトにカラス飲ませたイタチの術も、サスケに埋め込んだアマテラスと同じ原理なのかね。兄さんは人に何か封印するのが得意。ジライヤもカエル飲ませてるから、そういう術があると思われる。今回は、イタチとガイのやりとりの違和感、について読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。ガイ先生を最初から警戒してるイタチやっぱすげーぜ。何の術も使わず自分の術に対抗するとか警戒もする。誰相手でも油断するな程度のニュアンスだと思ってたんだよ最初。自分かキサメのどっちか死んで、なんとか勝てるって判断するからな。そこの二人は雑魚だが、あの人を甘く見るな。その気になれば命と引き換えに二人まとめて瞬殺できる珍獣だ。怖すぎる。足を見れば大体わかる系珍獣。やはり、イタチか？背後のカカシがなんかシュールに思えてくる。なんて格好だって言われてるけど、カカシと同じじゃない？だってよ、これだぜ。てかカラーだと緑のタイツだからまあ。髪型とかじゃない？髪型はまあ。珍獣ってお前が言うな。キサメの方が珍獣だと思う。けどトータルでガイの方が珍獣じゃない？サメ肌モードはちょっとね。怪獣と珍獣はまた別物だから。忍法こそ最強な世界なのに、物理だけで戦闘力上位クラスに入るとか人間をやめてるだろ？だから珍獣でいいんだよ。でもガイ先生は暑苦しいし色物だし服装ダサいし暑苦しいけど、かなりの人格者だから好きだよ。暑苦しいけどな。アニオリだか小説だかの後付けだけど、キサメさんの前のイタチの相棒が元忍び型な七人衆で、ガイの父親の凄さを目の当たりにして、それをイタチに話してたってエピソードがあったよな。1対7で5人殺されてるからな。ただの空気圧だからなヒルドラ。厄介すぎる。ガイ先生も予想よりだいぶ強かったけど、キサメはキサメでだいぶ強かった。二人とも5影クラスだよね。ガイの体術が初代ホカゲ並みってイタチとキサメでも勝てそうにない。マダラ評価だと体術に限れば初代より強いっぽい。マダラがこれ以上は知らないと認めたからな。一芸極めた上で他もまんべんなく平均以上に優秀だからな。弱点や油断がつきにくい。6問くらいまでなら普通に解放してくるから、現術が追いつかなかったらやばい。開きまくっても筋肉痛でなんとかなるのは規格外すぎる。俺はカカシより強いよ、ガチ。だって第一部のカカシの鉛っぷりを見るに、この頃のガイ先生のカカシより強いよ、俺は、はガチだったろうし。ここら辺のカカシってメンタル病んでて燃え尽き症候群からやっと復帰し始めた時だったよな。最終的には二人とも人中力軍団に対して暴れ回ってたんだよな。就任試験でサスケに千鳥教える前とか、崖登りしながらこれこんなきついとか体なまりすぎてる、って自分で思うほど弱体化してたからな。アニオリだと5歳時点でも崖登り毎日のようにやってて、ガイが天才が努力したら勝てないじゃん、って落ち込んでるし。初登場時、強い強いとか自分で言うかませキャラやな。指紋会、本当に最強だったなんて。弟子のリーが不甲斐ない。ガイが強すぎてリーが霞んでしまった。完全にガイの介護官。第5班に比べて成長曲線が緩めなだけで、十分すごいんです。10代でヒルドラ覚えるとか天才の部類なんです。ガイ先生より13歳年下で、6問まで開けられる天才だし、リーについては世代的にボルトで期待するしかない。ただそれだとメタルが。
メタルはメタルですでに微妙なキャラになってるからな。漫画では活躍シーンが一切ないのがひどい。やはり点々の息子か？リーの人生はこれからだから、リーがたどり着く場所にガイ先生がいる。リー好きなのに、就任試験以降全然出番なくて悲しい。リーの年齢ならリーの方が強いだろ。ガイの年齢まで行くとガイの方が強そう。推薦があるじゃろ。一応フォローしておくと、ガイは六門開くと反動の筋肉痛で自力じゃ動けなくなるけど、リーは六門開いた後でも戦闘行動は厳しくても自力で動ける。八門遁甲の陣をより使いこなせてるのはリーの方。それは七門、六門は問題なく動けるよ。連載終わってから思い返すと、ガイ先生とカカシ先生この頃のこの葉の里だと最高戦力クラスなのでは？この頃どころか割と終盤まで。カカシはイタチから見や完全介護官だけど、ガイは別軸の強さだからな。キサメが負けたのも、カウンターのカウンター食らうは刀が寝取られるわで散々なこと続きで、特別弱い属性だの状態異常だのない上で、ステータスの暴力で殴りつけてくるボスキャラ。体術が得意なだけで忍術も普通に使えるからな。一番厄介なやつ、ゲームだと対処法が正面突破しかねえ。本当は一度きりの技だかんな。八門。七門までならリチャージかかるけど復帰可能なのがひどい。そんなもん子供に教えるな。イタチが失明をかけて戦っても、ガイは八門関係なくシャリンガン対策できてて割と苦しいっていうのが。足見て戦えばいいとか言うから、常人なら誰でもある程度できるかなって思うじゃん。そんなわけなかった。体術を極めたガイが、シャリンガン持ちのカカシと研鑽積んだからこそできるとかハードル高すぎる。目を見なければいい戦法できる時点でおかしいけど、イタチはアマテラスあるから視線読まなかったら死ぬよね。そもそもイタチって目を見なくても指先一つでナルトに幻術かけてた気がする。ガイ先生のはあくまでカカシ先生を基準にした対シャリンガン戦法なので、イタチ相手はしんどいよ。それこそ七門まで開けてどっちが死ぬかって話になる。ガイ先生は八門開いてるとはいえ、マダラからあれだけの評価をもらえる時点でこの時代の忍びとしてはかなりヤバい。命と引き換えにホカゲクラスの身体能力か、しょっぱ、って思ってたのがホカゲクラス、前世紀柱間だったとはね。ホカゲって言葉の触れ幅がでかすぎるんだ。まあでもその中で最強なのはプロフェッサーなんだけどね。オロチマルはこういうこと言う。だってカカシとガイの次に強いの多分アスマらへんだぜ。アスマより冷やしのがぶっちぎって強いだろ。急にガクンと落ちる感じすごい。ガイダイなり冷やしイコールカカシ、その他くらいか常人。こう見ると頼りないな。ガイはカカシより強かったし、ヒューガはこの葉にて最強クラスだったし有言実行。ガイ先生はリーと違って忍術は使えないわけじゃないんだっけ。使える上でプラス体術特化があるから怖いんだ。忍術やらも使える上で、体術カンストしてる上に上限突破するからヤバいのだ。口寄せとか簡単な幻術の会話作中でしてる。リーより忍具の使い方が上手いのもある。帯とのすり抜けをカウンター狙うとか技量すごい。捨て身とはいえ生身で空間をねじ曲げるってどういうことなの。ガイ先生マジであの世界の歴史上において一つの分野で頂点なんで。極めれば影を凌駕するまでいける体術のスキルツリー。強いところ見せるのが遅かっただけで作中では一貫して強い扱いだったよ。カカシはよくガイ先生との勝負でイーブンにできてたな。なんだかんだどっちも本気出したら自分が死ぬレベルに消耗するから、抑えて戦うしかないし結構拮抗してると思うわ。兄折りとか見ると純粋な模擬戦だけじゃなくて、徒競走とかラーメンの大食いとかしょうもないことで張り合って戦績つけてるんだろうなって。カカシの勝ちもじゃんけんとか簡単なので水増しされてるからな。二人とも殺し合いがしたいわけじゃないからな。というよりカカシとか意外から評価されなさすぎ。下人が使って忍び刀7分の5倒せる術を、カカシと張り合える奴が使ったらどうなるかわかるだろうに。ビジュアルのいい奴と悪い奴のどっちが強そうかって聞かれたらいい方がいいし、単純に周りに知らしめられる象徴みたいなのがわかりづらいからかな。情報統制されてるんだろう。おそらく霧隠れの強い順で、上から10番までの5人が殺されたなんて公開できるわけない。この葉も普通なら宣伝したいけど、八門が他里に漏れたらまずいし使ったら死ぬ術だから、使わせた途端時空間忍術で逃げるとか対処できちゃう。まず時空間忍術以外で逃げようがないし、その上時空間忍術が希少すぎる。雑魚と読者以外からは普通に評価されてたろ、そもそも常人だし。言っても行為の八門はほぼ自爆技みたいなもんだし。警戒はされても実力として見て評価されないのはわかるような気もする。なくても最上位クラスではあるけど。八門がなければバランス型、悪く言えば特徴のない普通の常人だしな。切り札が反動で継戦不能、または死亡のリミッター解除の自爆技とか評価しにくいよ。怠慢ならイタチも勝てなかったりする？
七門でもスサノオガードおるだろうし、兄さんからしたら相性最悪だと思う。八門まで開けりゃ勝つだろうけど、大先生も死ぬし、イタチがつくよみアマテラススサノオ全部使い出したら七門じゃ勝てないし、おおむね互角って感じじゃない？イタチの生前の病弱具合もいまいちよくわからないが、例えばこの時に全力出したらぶっ倒れかねなかったんだろうか。72時間つくよみ拷問は、イタチの体感時間も72時間万華鏡発動しっぱなしになるから実はギリギリ。やつとかあの男じゃなく、あの人って呼ぶのなんか好き。あの人って言い方なんかいいよね、敬意があって。意外と交流あったりしてな、ジメジメした暗部の忍びやってた中で、外みたいなまっすぐな明るさを尊敬してそう。兄織だとカカシとも暗部での関係は良好で、ガイとも会ったことある感じだったな。ガイがウチハせんべい買って食べてたのが印象深い。でもそのくらいの関係性だろうな。イタチは言わずもがな、ガイも超優秀で有名だろうし。まあイタチはアスマやクレナイにも敬語だったり、基本目上だった相手には礼儀正しいけどな。よくよく考えてみると、裏切ったように見えて本来の性根と思想があんまり隠せてなかったっていう。目上の人相手には一人称私になるの育ち出るよね。元暗部だけあって、兄さんみんなの実力把握してたんだろうな。今回は、仲間であるイタチをアスマに馬鹿にされ、ガチギレするキサメ、について読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。自分のことも含めてとはいえ、イタチのことを同胞殺しがのこのこと帰ってきやがってと言われた時、かなり聞き入ってたと思うこのシーン。よくよく考えたらここまで史上優先で感情的なの珍しい。戦闘自体は楽しむけど、別にそんな無茶はしない。基本相手のことを愚弄はしない男が速攻で武器向けて、結構うるさいですね。殺しますか？っていうのは控えめに言ってやばいくらい怒ってる。アスマとクレナイにも最初は、イタチさんのお知り合いならって失礼ないように名乗ってるし、名乗るなよって話だが、思えば割と真剣にキレてたようなキサメ。中身知らないからすぐキレる小物かって最初は思ってた。中身知るとここまでキレるのは珍しいタイプだった。事実だから仕方ないが、アスマが地雷を的確に踏み抜いとる。ろくでもない人間かどうかは死に際になって初めてわかるんじゃい、って思ってそう。キサメさん掘り返せば掘り返すほど真人間というかいいやつすぎる。イタチとのコンビは相当やりやすかったんだろうな。直接自分のことディスられたわけでもないのにこれだからな。兄さんが好きで一族殺しやったわけじゃないことくらいはわかってそうなまである。こいつ一応九尾取りに来たわけなのに、里に来てからは基本イタチのこと考えて行動してる。じゃでもどうだのお知り合いならご挨拶だのと。言われてみると目が結構怖い、もともと怖いけど。カカシ来なかったら本当に殺されてそうだが、イタチは止められるんだろうか。だから目立つなよ、って里してくれそうではある。キサメさんなら半死半生ぐらいに、は無理か。カカシが来なかった場合のアスマとクレナイへの対応、殺すのか殺さないのかと。ジライアが暁のことを嗅ぎつけて、ナルトのそばにいなかったらどうするつもりだったのかを兄さんにお聞きしたい。殺せねえよ、今から俺がとっちめるからな。これは賞金3500万両の守護人獣に死の風格。最悪シャリンガンの現実があるから、何が起こっても大丈夫そう。このランクの忍びだと、ことは松神を除いて現実にかけられたことすら気づかないは無理でしょ。キサメは自分のことだけだったらここまで切れてなさそう。この頃はザブザを小僧呼ばわりするなど、ザブザ以上を印象付けたくて危険人物描写をさせられてたんだと思う。アニメの中の人の狂気と人間味が同居するような声に、岸本先生も影響されたんじゃないかなと。実はキサメが暁内でさん付けで呼んでいるのって、イタチとマダラ格好人だけだっけな？死ぬ間際にイタチのセリフも思い出してたし、敬意とかシンパシーとか抱いていたっぽいよな。イタチを気遣っているシーンも結構多いし、趣味や好物に甘味ないのに、甘味どころ巡りが趣味のイタチさんにお茶提案したり、お体に触りますよって言ったり、うすうすイタチが自分と似た経歴だと察してたんじゃねえかな。さすがにダブルスパイは気づいていなかったとは思うけど、マダラ格好人と親しかったって考えると、むしろスパイなのも知ってたんじゃないかなと思う。なんなら監視役なのでは？それはそれとして仲良かったけど、もろもろ考えると、四尾の陣中力倒した後の休みましょうって言ってるシーンも、自分が疲れたからというよりイタチを気遣って言ってるように見える。実際、キサメ自身はチャクラ食らえるからタフネス相当なもんだし、技を使うたび消耗せざるを得ないイタチさんのためだろうね。相手が強ければ強いほど自分も強くなる。疲れることも倒れることもない、って言ってたの見たらそうとしか思えなくなったよね。でも後々の話からすると、四尾の陣中力は大の木世代の超頑固者でかなりの手だれっぽいんだよな。普通に苦戦しまくってガチで疲れただけかもよ。
気遣い8割疲労2割くらいだったんじゃねえかな。ミルの一件の時の相手もこの派だったし、思うところあったりするんかね。仲間殺し自体はあの時以外にもやらされてたんだろうけども、イタチとキサメはお互いに、ツーマンセルかー、どうせろくでもない奴と組まされるんだろうなー、あれ、結構いい人？と思ってたんかね。ウチハの暴走から里を守るために一族皆殺しの任務を完遂したという事実を、マダラ格好人から教えられてても不思議ではない。イタチさんの知り合いですか？なら私も挨拶しないと。あ、こいつらイタチさんをバカにした、殺す。よくわかってないけど、このスレではイタチのためにキサメが怒ったって解釈ってこと？イタチのために怒ったんじゃない。自分からしたら弱そうな奴がイタチを愚弄したことに怒ったんだよ。イタチのためっていうよりかは尊敬してる人はおった。なんとなく事情知ってそうだし。プラス自分の地雷も踏んできたって感じで、かなりガチで怒ってた方だよねって話。キサメの個人的な地雷だったのと、イタチが望んで仲間殺しをやる人間じゃないだろうと思ってるから。イタチの一族殺しをディスられたのが気に触って切れたのかもねって印象。アスマが強いか弱いかはこの時点でキサメもよく知らないだろうし、多分どうでもいいんじゃない。キサメがイタチと会った時にサメの話をするけどさ、共食いすることで有名なシロワニって、大人になってからは割と穏やかなのよね。今になってキサメが隠忍というか、どこか落ち着いた性格してたのはシロワニモチーフなとこもあったんだろうか、とか思ったりする。後から思うと、作中で一番キレてたシーンなように思う。最初読んでる時は、キサメとイタチってビジネスライクでドライな関係なのかと思ってたけど、改めて読み返してみたら、思ってたよりちゃんと仲良さそうに思えてきた。江戸展で蘇ったイタチさん、なんだかんだキサメの顛末聞いて落ち込んでたっぽいし、ビジネスライクが基本なのは間違いないが、それと同時に普通に相性もいいし、亡くなったら寂しいな程度には同僚として仲がいいって感じだと思う。友達って距離感の仲の良さではないから、そういう意味でもやっぱり暁の相棒で、どこかでシンパシーを感じていたくらいのラインだと思う。初登場で一緒に茶屋に入って、団子と茶を楽しんでるからな。誘うキサメもキサメだが、それを普通に OK する兄さんも兄さんで仲良くて微笑ましいよね。この派から撤退する時だって、本来なら地雷屋と戦ってナルトを奪わなきゃいけないのに、イタチが消耗しすぎたって言ったら引くの普通に納得したからな。暁の仕事よりも相方の体調優先するキサメさんはいいやつ。完全にドライってわけじゃないけど夢見すぎではって感じるコメントもあるし、ラインが難しいんだよな。気遣いのできるキサメいいな、を通り過ぎて気遣われてるイタチ萌えみたいになると、だんだんキサメの方のキャラがブレてくるというか。比較コンビが死んだ時に、あのゾンビコンビが死んだんですかみたいな煽りっぽいセリフを言ってたりするから。たとえ同じ組織の中でも、本人の中では認めた人と認めてない人の差は大きそうよね。イタチを認めてるっぽいのが一番顕著に出てるのがイタチさん呼びだよね。他のメンバーは特にさん付けじゃなかった気がする。ペイン、イタチ、マダラ格好人は基本的にリーダー呼びか、さん付けだったね。人間関係で結構苦労したキサメ的に、距離感やら実力やらの相性が良くて、同僚としてだいぶ気に入ってたとかならあるかなと思ってた。俺たちは魚じゃない発言とか、変なところで壺にクリティカルヒットしたりとか。イタチとキサメは仲がいいは仲がいいでも、友人とかそういう仲の良さじゃなくて、あくまでも同僚としての仲の良さなんよな。相棒としてコンビを組ませる分には相性がいい的な。敬意は持っているし気遣ってもいるけど、それでもお互い相手のやりたいことには干渉しないみたいな。ただよく知らない相手にバカにされるのはちょっと不愉快だな、みたいなそんな感じだと思う。キサメは過去が過去なだけに、仲間に純粋に気を使ったり仲間のためを思って行動できるのが嬉しいんじゃないかなと思う。コンビの相手がたまたまイタチだったからイタチへの気遣いになるけど、相手が他の人でも似たようなことはしたんじゃないかね。まあ死に際になって思い出すくらいには、ファーストコンタクトのイタチの言葉が特別だったのは間違いないが、暁は基本的に相方とは仲良しだからな、兄さん侮辱されたらそりゃ怒る。今回は、サスケとイタチの才能を比べたら、について読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。どっちの方が才能あったのかな？強さだけなら間違いなくサスケ、忍びとしての才能ならメンタル面でイタチかな。メンタル適性の差はでかいな。早熟なイタチと晩熟のサスケって感じはする。本来ならそうだったのを無理やり早めたのが本編のサスケかなって思う。イタチが病気にならずに健康のまま、サスケにオロチマルの邪魔が入らないって考えるなら同意見。止水の剣の前から暗部だったイタチは間違いなく天才だし、
その兄に追いつこうと努力し続けたサスケも天才。ある程度成長しても、年齢差分の狩猟時間の差はなかなか埋まらないから常にイタチが一歩リードしてそうだけど、丸歳時点で考えるとサスケも同じかそれ以上になるんじゃないかな。サスケって闇落ちなくてもイタチより強くなってたんかな。ジュインにしてもシャリンガンにしても発言を自覚した時はナルトとサクラを守りたいと思った時だから、憎しみ一辺倒じゃなくても普通に才能は開花してたと思うで。全然憎しみとは違う場面で開眼したり段階進んだりしてんのに、自分からその守りたい相手との関係を切り捨てていったサスケほんとバカだなぁ。万華鏡の開眼はイタチだけど能力発言は高面守るためだったところもあるし、憎しみ一辺倒ってわけでもないような。それこそイタチだってあそこで翡翠が死ななかったら万華鏡は遅れてただろうし、そこは才能より機械だからな。そんな悲しい機会はない方が幸せなんだけどね。本編ほど悲惨じゃない世界線なら兄弟二人とも結局同じくらいの強さで収まった気もする。サスケは忍びとしての強さに全振りしてるけど、イタチはそれこそ忍びじゃなくても何でもできるタイプな気がする。サスケは本来ならもっと枠のある職業が向いてたんじゃないかなぁ。それこそこの波形無舞台くらいの、イタチさんが真に天才なのは5手も6手も先を見てたところでは三代目の言う7歳にしてまるで火影のような考えを持つ子っていうか視野が広い、サスケ関係を除く、ところっていうか、あと小手技が上手くてなんかシャリンガン開眼しなくても別の手段で涼しい顔して強くなってそうというか、正直イタチさんとサスケだと才能の種類が違うと思う。少なくとも身体能力とかチャクラはサスケの方が恵まれていると思うし、単純な戦闘力という面ではサスケに分があると思う。大人サスケとまあ似たような方向性のことをイタチは若いうちにしてたんだよな。単純な能力やチャクラ面ではサスケが格上、戦闘 IQ や忍術を巧みに操る技術においてはイタチが上回ってるイメージがある。イタチは元からその分野がズバ抜けてた感じする。サスケに限らずあの年齢で並べたらこの派でトップ3に入るんじゃないかな。サスケは努力で最終的に原作のイタチと同じかそれ以上にはなったと思うけど、イタチがあそこで死んでなかったらイタチの戦闘 IQ はさらに研ぎ澄まされてたのかな。それともある程度言ったら頭打ちになるのか。大人サスケは大月一式に輪廻シャリンガンよりも警戒すべきはその洞察力と分析力と恐れられるほどだから、この二つならイタチどころか忍びの歴史においてもトップかもしれない。目に映らない大月の秘術を1分ほどで解明するのはどう考えてもバグってる。あそこ個人的にイタチが長戸の地爆転生だか晩鐘転院だかを分析して止めた場面と、兜に君がすごいのは本当の意味での動力だって言われてた場面連想したわ。イタチが言われてた分析力とか大人サスケは継承してるんだなと。まあ深読みです。大人サスケは本当にかっこいいよなぁ。サラダに対してポンコツ発揮するのもいい。イタチの先読み力とかも半端ないから仮にあの場にイタチがいたら、イタチも同じように警戒されてたんじゃないかな。やっぱ最終的にイタチと並ぶくらいになったのが大人サスケじゃないかなぁ。願望込みで。でもサスケって昔から洞察力や家庭分析力高かったよね。デイダラ戦や断層戦なんてまさにだし。ただ若い頃はがむしゃらさや余裕のなさが目立ったけど、経験積んで大人になってより洗練されて安定感が増した感じする。イタチは最初からやたら安定感があったわら。健康なのも才能の一種だと捉えれば、イタチの一番の才能がないポイントは病弱体質よな。って言っても暁入り以降無理してなければあそこまで悪化しなかったんだろうけど。サスケはオロチマルに、この子の才能を見てると天才と呼ばれていた自分が惨めになると言わせるほどには才能高いぞ。富岳教育熱心やったんか？知らんかったわ。イタチはよくできた自慢の息子だって期待はしていたし、手柄を立てて出世するのはバックアップしてたけど教育熱心だったかは謎。なんか熱心なイメージなかったわ。熱心ならサスケにもっと構ってそう。富岳って家に普通にいたし、割と時間はありそうだったよな。サスケはホラジ南坊でイタチは長男だし。
イタチは年齢にそぐわないくらい幼い頃から頭角を現していたけど、サスケは頑張り屋ではあっても普通に優秀な子どもりだったし。あとこれはただの憶測だけど、イタチはまともな子供時代過ごさせてやれなかった分、サスケは多少はのんびり育てようとしてたんじゃないかな。ミコトさんの発言からして、そういや富岳いっつも家にいるな。変なとこが目につくと気になる。富岳なんであんないつも家にいたんだろうな。警務部隊の制服着てんのサスケの入学式前日くらいしか覚えてないや。単にサスケの回想話が動くイベント発生時が父さんが家にいる時が多かっただけか、出勤が遅い、退勤が早いか、何かしらの理由があって最後の方はもうまともに出勤していなかったかかな。サスケが昼間から忍術教えてと言ってる時点でアカデミー休みの日だろうし、アカデミーの休日と警備隊の休日が被ってたのでは？やめろメロメロイタチメロのシーンのとこも富岳は外出先から戻ってきたとこだし、単純な車輪ガンの連動なら今でもイタチのが上に見える。サスケは幻術のポイント使いのセンスはかなり良いけど、そもそもの幻術力はイタチの方が安定して高い感じだよね。チャクラや身体能力は病でバフあるから素質自体はわからんね。二人とも忍術、体術、幻術全部バランスよくできるけど、その上でイタチは幻術がさらに突出していて、サスケは体術かなって感じ。サスケって樹印、柱魔細胞、陸道仙人からもらった力という外付けバフに加えて、アシュラ転生者のチャクラ取り込むプラス瀕死に陥るという条件満たしたら輪廻眼開眼できるというインドラの転生者特権案だよな。サスケには樹印適性とチャクラがあるから、こっちもなかなかの強みだよな。樹印もう消えたけど、樹印適性ってあれ以外でなんかに役立つことあるのかね？もしサスケも仙人モードを習得したいなんて考えた場合は有利になったりする？江戸天イタチが柱間の残りのチャクラプラス柱間細胞プラス陸道の力で強化される前のサスケに、身体能力で劣っていたイメージないしな。江戸天生体はある意味無敵みたいなところあるからいまいち参考にならないんだよな。かといってそれ以前だと里襲来した時点からすでに発病して完全体じゃないっぽいし。つくづくイタチは格落ちしないというか、その辺の塩梅に気を使われている。イタチも柱間細胞入れたら病治りそう。体力の落ち切った病人に強力な抗がん薬を投与するかのような暴挙なのでは。柱間細胞適合できなかった人間が死にまくってるんですが、それは。オビトとマダラが適合できたからってイタチさんも適合できるとは限らんのでは？そんな悲しい結末切なすぎる。間違いなく何の手も加えない肉体一つで作中最速人間って誰らへんだろう？港かながい？そのあたりと比べてどうかが良い基準になりそうだけどわからないな。港が一番早そうな気がするけど、瞬間風速だと大先生に分があるかな？イタチってあんまりスピードってイメージないんだよな。自分が実際に動き回るというよりドーンと構えて幻術や影分身というか分身の幻術化を駆使しながら、相手を翻弄してここぞというところで歩み寄ってさっくりやるイメージ。病気だったから動きを省エネ化してたって設定があるからが大きいと思うけど、本人のキャラにも合っててうまいな。陰を組むスピードだけなら多分作中でも屈指の速さだと思うけどな、イタチ。だって車輪眼持ちのカカシ先生でも目で追いきれなかったみたいだし。関係ないけどスレガの二人兄弟で似てるけど年齢の違いとか書き分けられてていいよな。今までオレオのイメージしかなかったけど、ナルト読んでみたらかっこいいじゃん、イタチ兄さん。かっこいい人が急にあの顔したからインパクトあったし、オレオになった。オレオにはなんねえだろ。アニメ版も熱演だったオレオ。オレオのシーンは読んでてマジでびっくりした。それまではなんか陰気な雰囲気の強い人って感じだったし、表情筋死んでるのかと思ってた。あれ病気で必死に取り繕ろうとしてたら現実内で自分の計画が成功しそうで高ぶってテンション高かったのかな。説明が壊滅的に下手な男。一言くらいお父さんに相談できなかったのかと。お父さんはお父さんで周りをなだめることができなくて仕方ねえ。一族みんな死ぬけどクーデターするか。みたいな状態だし。弟心配して雨に当たってたせいでお体に触られる。蛇博士とか素でサスケに行っちゃう人だぞ。だいぶ天然だ。
説明が下手っていうか、わざと誤解されるように立ち回ってない？真の意図を理解してもらう気ないからね。死んでも治らんうちは病が死んでだいぶ軽くなったというか自分を見直せたのは天才。サスケは忍びとしての基本性能が高い天賦の才持ち、イタチさんは全方面の万能型天才だけど身体能力やチャクラ量がネック。で二人は全然違う方向性の天才、でいいんじゃないっすかね。キー。今回は、暁の中でもイタチとキサメのコンビだけ異常すぎること、について読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。強すぎる。キサメどう考えても、イタチのかませで色物っぽい風貌で、登場したのに暁でも上の方だよね。そもそもキサメさん、なんでこんな魚っぽいの？同族のシズマも魚っぽいので、そういう一族なんじゃないかな。こんなんでもキサメさん29歳なの意外すぎる。20代なの？キサメは生まれる時代を間違えたよな。大戦中なら英雄だった。伊達に尻尾のない美獣とか言われてない。暁って単品でも強いのに、基本ツーマンセル組んでるんだよな。まあ一応捕獲相手が、美獣持ちの人中力だからな。大マンだと万が一もありそうだから。見直すと目立ちすぎだろこいつら。ファンブックかなんかで、イタチの好物が甘いものとか、描かれてたな。そういえば、この時点で制服の情報、知られてるんじゃなかったっけ。まずそのコート脱げよ。先生は隠れてるつもりなのか？なんか理由あって、団子食ってるんじゃないのか。久しぶりの帰郷だから好物食べたら？っていう純粋なキサメの気遣い。イタチの趣味は甘味どころ巡りだから、キサメさん趣味に付き合うとか仲いいな。兄さん団子屋から逃げるとき、団子残してきたの気にしてそう。確かお茶でも飲んで一息、って言ったのキサメさんだった。仲いいな。団子屋はイタチの馴染みの店で、好物だから寄っただけだよ。キサメってイタチに対する気遣いすごいよね。暁のツーマンセル大体仲いいよね。芸術コンビとか方向性違うから、衝突はしても、お互いリスペクトしてるのいい？不死身コンビは、たびたび衝突してたイメージだけど、ぶっ殺すぞ。まあ俺たち死なないけど笑い、みたいな慣れ合いだったのかもしれない。キサメは心から無限つくよみ望んでるのいいよね。キサメの過去は、普通に悲しいしやっぱ人海クソだわ。団子屋に入りますよ。団子屋寄るのは用事ついでに、ちょっと観光程度の気分じゃんもう。コンビ編成が基本の敵幹部って割と珍しいよね。この手の組織って大体一人ずつ、喧嘩売りに来て主人公サイドに負けるのに、実際初期の負けは、単独行動のサソリと相方が役立たずの、デイダラだからな。シンプルに善意でお茶してて、イタチも普通に行っちゃうのかわいい。イタチ兄さんお気に入りの団子屋なんだっけ、お体に触りますよとか、といい気遣いすごいなキサメ。キサメさんは優しいからね。そこそこ仲良しな暁メンバーの中で、普通に嫌われてるオロチマルがひどい。まあイタチの体目当てな、ところあるから仕方ないんだけど。言い方、二人とも根は善人よりだよね。どっちも忍びに振り回された境遇だからカワウソ。だから組まされたのかな。実力も志も確かだった。元祖サークル暁も潰れてしまうのが、人界のクソさの一端でしかないのが辛い。キサメが戦ってる相手は、ほぼ作中上位クラスしかいない。キサメさんには気配りの、できる善人なのに霧での職務がひどすぎる。キサメさんめっちゃ当たりだよな。実力に加えて性格がまともだし。見た目が人外なくらいだな。イタチとキサメお互いに頼うな。境遇しててそこに、俺たちは魚じゃないするイタチの、グッドコミュニケーションがエモい。俺たちは魚じゃないの、発言は未だによくわかってない。ろくでもない人間ってことですね。に対して、俺たちは魚じゃない、って言ってるわけじゃなくて、やりとり全体としてはキサメが、自分たちを魚に例えた話してて、それに対する反論だから、何もおかしくはない。このコンビは他の奴らより、相棒との相性良さそうよね。キサメはオビトの素顔知ってる。唯一のキャラだし最後まで、生きてたら味方になったのかな。紳士ぶった敬語キャラとか、じゃなくてシンプルに、紳士な敬語キャラなキサメさん。
暁は被害者の会だからな。キサメさんなんでこんなに、気遣いのできる紳士なのに暁にいたんだっけ。オビトがスカウトしてきた。仲間切りの任務ばっかり、やらせてたらいつの間にか、自分が始末される対象になってた。里にも帰れないし、そんな時に、暁っていうか、わかってんだよおじさんに、拾われたんだっけ。キサメは仲間思いゆえに、仕事に疲れ切っちゃった人だからな。そんな人に味方殺しやらせる。霧の里はさあ、鬼なの？暁は基本耐え忍んだ結果、やさぐれた奴らなのかわいそう。例外もいるけど、キサメほどの人物をあんな任務に、追いやってるのおかしいと思う。オビトが働きかけてたんだろうか。霧隠れにも鬼大様みたいなのが、いたのかもしれないし、そもそもあそこはちょっと前まで、味方同士の殺し合いが、卒業試験だったようなクソ里だ。キサメはよりにもよって、一番向いてなさそうな霧隠れに、生まれちゃったのが不運。イタチさん、どうやら私はろくでもない人間、でもなかったようですよ。ここ好き。オビトもキサメなら話していいか。ってなるだけの人の良さが、キサメさんにはある。まああんだけメンタルすり減ってたら、無限つくよみにかけたくなるわな。キサメはまともな感性と真面目さで、里のためで、仲間殺し任務してて、メンタルがすり減った。そこに上司内通してて、じゃあ俺のやってたこと何よ。ってなったところに、わかってんだよおじさんの、勧誘重なって暁入り。キサメにだけいきなり、無限つくよみのこと教えてたのは、オビトはキサメに何か、シンパシー感じてたんだろうか。この世界はクソで同調した。暁で誰を信用するか。って言うとキサメだけだな。自分と同じように、この世界クソだって、諦めてたからじゃないかな。キサメさんなんかちょいちょい、彼女っていうか奥さんみたいなムーブしてる。実はサメ仙人と人間の子なんじゃないの？初見だとキサメはスマートな、イタチの隣にいるかませパワーキャラ。って雰囲気なのにめちゃくちゃ強い。仲間殺しに耐えられなくなった忍びと、一族皆殺しした忍びでタッグを組ませる。長門の采配はさすがだな。いやキサメが選んだんだっけ。でもイタチはずっと里のため動いてるけど、キサメは里捨ててるから、根本がちょっと違うよね。キサメにお茶屋で一息入れましょう。って言われて、いいよって返せるくらいには仲良かった。あれ何らかの計画とかじゃなくて、マジでただの気遣いなのが、キサメらしさある。イタチが甘いもの好きなのは、なんとなく知ってたんだろうな。キサメさん、キサメはいざとなれば、自害もためらわないのが、正当忍者してて好き。イタチかけるキサメとかいうまともコンビ。イタチキサメコンビの自称の敵。って感じがすごい。中忍試験この派でも、十分面白かったのに失速しねえもん。お互いに忍びとしての能力は、最高クラスだけど性格が向いてない。苦労人だから相性は抜群だろうね。生まれるのが10年早いか遅いかの、どっちかなら生きやすい世の中だったろうに。里の中がある程度落ち着いている、ボルト世代に生まれていたら、普通に超天才少年扱いされていたはず。オビトはイタチが暁に、監視目的に入ってることを知ってるし、キサメが無限つくよみに賛成してることも、知ってるからもともとは、イタチの監視役も兼ねていた可能性が高い、あるいは疑わしいのに、互いにそこそこうまくやれてたのがいいよね。イタチは強いけど、病気万華鏡の負担で、長時間戦闘が苦手だからな。サメ肌の回復で長期戦可能なキサメは、戦闘面でも相性がいいんだよな。イタチさん、お体に触りますよ。現実だ。この発信者以外がナルトスで、すられまくってんの地味にかなり珍しいよな。そんな、嘘でしょう？こいつら何者なんです？先輩を舐めるなバキーバキー。弟さんの、お体に、触りますよ。弟さんの、娘さんの、お体に、触りますよ。やめろ。マジでこの誤植の罪は重い。暁の中でも二人とも上位クラスだろうな。この二人と戦えそうな、暁のメンバーが長門とサソリぐらいしかいねえ。デイダラに初手で空飛んで C4 やられたら、情報知ってないと確実に負ける。デイダラがイタチキサメより強い。っていうより C4 がチートすぎる。デイダラはできるのに最初から、
本気でやらないのが問題なんだよ。イタチと戦った時に、通常のシャリンガンでいいようにされたのに、同じシャリンガンを使うサスケ相手に、片目になんかレンズつけて対策したから、大丈夫って遊んでるうちに、ライトンに弱いのがバレて打つ手なしで、自爆になったし多分相手が、イタチでもやらかしそうだわ。暁のメンバー全員が全員に対して、勝ち筋はちゃんとありそうだけどな。そこにたどり着けないだけで、飛び、そうっすよねー。コナンもいけそう。キサメ謙遜が過ぎるだろ。警護キャラだけど凶暴そうな顔だ。ピンチになると仮面剥がれて、乱暴な口調になるんだな。最後まで警護キャラだったよ。には参りましたね好き。なんなら表面の言動だけ、優しいふりしてるインギンブレイな冷血系なんだろうな。仲間が死んでも、あの程度に負けるとは、使えない方ですね。とか言いそう。普通に優しくて気遣いもできる。相方思いだったよ。だからもうダメ好きにならん要素がない。不死コンビやられた時には、あいつら不死身なのに死ぬんですね。とか言ってたけどな。あいつらはまあ、しゃあない。そこは長戸がたしなめてたから。里抜けまではともかく、暁以降も味方をコロコロしてたからな。しかもムカつくって理由だけで、里のための仲間殺しで疲弊してるキサメからしたら、そんな奴が仲間なのは、たまったもんじゃないだろうね。イタチをして、あの人を甘く見ない方がいい、と言わしめたりキサメを撃破した、ガイ先生の凄さがよくわかる。キサメが暁に入るきっかけになったのは、上司が里を裏切ったことだけど、その上司が人間不信になった原因が、ガイの親父さんにボコられた、一見だし因果なもんだよな。そのガイにキサメの細胞、見事、と言わせるの好き。ガイはマダラの名前すら忘れたが、キサメの名前は忘れてないんだよね。第四次忍海大戦の終戦日にごと年黙祷しているくせに、名前忘れるのはどうかとは思うが、キサメと兄さんはお疲れコンビすぎる。皆さんは、イタチキサメという実質九尾クラスの獣最上位の万華鏡シャリンガンのコンビについてどう思いましたか？コメント欄で教えてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。